ありがとうございます。本日は奈良市南京町町にございます 3LDK の大きな間取りの物件のご紹介になります。まずこちらが玄関部分ですね。で玄関もかなりゆったりと、取られてまして、こちらシューズボックスがこんな感じで大きなものがついております。ブーツとかもね、入れていただける大きさがついてますね。でそしてこちら隣が、お手洗いとなっているんですけれども、こちらのお部屋は、ウォシュレスもね、ついておりますので、快適に、ね、使っていただけるお手洗いになってますね。で、隣が洗面スペースになってます。こちら大きな独立の洗面台と、室内洗濯機置き場ですね。で、奥が浴室となっております。結構大きなね、浴槽も入っておりますので、肩までね、ゆっくりと使っていただくことができますね。でこちらは、洋室ですね。こちら床も、ね、張り替えされてまして、すごく、綺麗になっています。そしてこちら、東向きにですね、ちょっとしたバルコニーがついておりまして、これぐらいのスペースがございますね。で目の前にはね、小学校もございますし、スーパーもございます。各地に、ね、すごく、便利でおすすめの物件ですね。で奥には、若木さんもね見えております。高い位置にありますので、こう奈良が、ね、一望できる立地ですね。でこちらのお部屋にはかなりこれ奥行きのあるクローゼットついております。で奥が、リビングとなっているんですけれども、こちらのリビング、これグレーのアクセントクロスが効いたおしゃれなリビングとなっております。でキッチンもかなり、大きなキッチン、システムキッチンが入っておりまして、こちらバスコーンの、ね、3口で新しいものが入ってますね。で収納はですね、こちらすごい大きいですね。こちら下と上と、もう本当に、使いやすい収納がもうたっぷりついておりますので、調理器具とかも全てね入れていただくことができますね。そしてあと2部屋ございまして、こちらが和室ですね、6畳の和室と、こちら1軒分の天袋付きの仕入れ収納入っておりますので、こちらで、お布団しっかり入れていただくことができます。でお隣が洋室になってますね。こちら角部屋ですので、こっちにも窓があって、すごく本当に明るいお部屋ですね。でこちらのバルコニーは南向きとなっておりまして、こちらからも、奥の方まで見渡すことができますね。すごく、景色もいいですし、日当たりも、いい物件となっております。前はね、こういったあの大きな、道路がございますので、あの飲食店ですとか病院ですとか、もう何でもある便利な位置となっております。駐車場もね、確保しておりますので、ぜひ一度ファミリーさん、新婚さん、お問い合わせしてみてください。詳しくは当社のホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、ちんたろうさきでは、皆様のお優しさを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。